主サラン、日本でモデルデビュー。母志保と親子でギャップのモデルに。サイバー外交使節団を自称する民間団体バンク、ネットフリックスのドラマハベクの神父のフランス語字幕で LA メールデュジャポンと表記されているのに対して過ちは正されるべきと言及。トゥモローバイトゥゲザー、11日に公開したザ・カオスチャプターフリーズコンセプトトレーラーがバーバリーの CM に激似だと話題に。どちらの映像も大きな氷が空から次々に下ってきて、それをかわしながら踊っている。トゥモローバイトゥゲザーテヒョンの発言に賛否両論。31日に混沌のバフリーズでカムバック。その予約数が52万枚を突破したというニュースが伝えられた。テヒョンは配信ででも僕たちの幸せは販売量に比例する。もっと幸せになりたいと真顔で発言。ネットユーザーからファンを ATM 扱いしたファンにプレッシャーをかけたと否定的な反応が。一方で冗談だと思うとの反応も。J-HOPE。ツイッター掲載の写真が話題に。TVN 出張15夜の人物クイズで、J-HOPE がコナン・オブライエンの写真を見てカーテンと答える。コナンは自身が MC を務める米 TBS コナンで J-HOPE が名前を間違って叫んだシーンについて言及。J-HOPE は彼のアカウントをタグ付けしてすみません。カーテンとカーテンの前でお茶目な表情をしている写真を掲載。ジャスティン・ビーバー、アジア系への差別暴行に苦言が韓国で話題。インスタにストップアジアンヘイト。セフン、インスタライブで過激ファンに忠告。お願いだから、電話しないで1日200件も電話が来る、わざと番号は変えない。変えても来るから。それがもっと面倒。